Let's get started. モエコチャンネル。はい、モエコチャンネル。こんにちは。本日のゲストはピースの角度は自分向き D のんちです。よろしくお願いします。はい。そして私ザークはおもちゃの皇帝です。モエコです。トイストーリー。はい、最近気になることがあるんですけど。ピースの角度を知らないんですけど、どうしたんですか？あれ見えてないでしょ。硬くない。違う、出てないところが俺向きなんです。やってるのちゃんと。あげるよ、うん、なんかこんなになってなかったさっき。こうやってるところもこうピースになってて俺向きになってる。フォークボールみたいな進化。はい、ということでもうこのターンでございます、はい。今日もセブンイレブンのスイーツでございますよ。これもわなまがしかな。はい、生チョコリ生チョコクリーム大福。生チョコリ、生チョコクリーム大福、読売っぽい。私は阪神ファンです。はい、帽子は有名幼稚園有名幼稚園感あるね、そっち。53センチみたいな。あ、この角度だったら有名保育園って感じ。幼稚園と保育園の差があるんで、はいはい。こちらマシュマロ食感生チョコクリーム大福ということで、よっしゃ、生チョコクリームの入りました。よい、幼冷蔵の海に気になる。そうなの、ねえ、なんか泣き流みたいな最初のね、うん、はい、もうこれねるっていうのはいつもね、キンってのあのパチンがね、これあ、なるなる。あとさ、最後のエンディングの時音超大きく感じなの、うん、ドンチ TV のあ、ドンチ TV だけなんかオープニングショーちょっとなんか嬉しいよみたいな、クリスマスみたいになったりそうの方なんかなんかね、やっぱずるいよ ね、手書きのとかさ、あれさ3分ぐらいになっててさ、うんうんうん、あれ動画が短かったから、そうそうそう、だな、多分そう思ったんだよね。なんでか知ってる。D がね、なんかね、言っちゃいけないこといっぱい言っちゃったんだよね。でもう一個がダメって。あ、生チョコクリームですが外側が白いですよ、ふわふわ、あ、柔らかい、ほら、うん、柔らかいです。カビみたい、カビ、なんでそこ取るの。うちこです、うちこ、これはね。いただきますよ、いただきます。カビ、うわ、柔らかすぎる、なんだこれ、持ち上がんないよこれ、どうしたらいい、ね、ちぎれないの、ちぎれないの。いただきますよ。いただいちゃって。うん。すっごい。髪の毛についちゃったよ。柔らか。これなんなんてタイトルな、何もち。生チョコクリーム大福。生チョコクリーム大福。何、うん、食べないの？食べてたよ。ちょっとだけ食べて。疲れてさ、うん、美味しいよ。その大福みたいなさ、なんかでも甘くない、そんなに。私あんこよりこっちのが好きかも。もう本当にこれ萌え子の限定の感想だよね。みんな世の中大福あんこのがいいと思うけど、萌え子こっちのが好き。うんうん、お餅とチョコでも合うんだねみたいなね感じで、おいしい、おいしい、うん、セブンイレブンがすごいね、うん、すごい、こんなさ冷たくしてるのに硬くなんないんだもんね。最近なんでさ冷たく冷やしても硬くなんないもの多いんだもんね。それがどんどん発達しているのでしょうか、うん、といったところで。でもさ、うん、ね、この値段でさ、はい、うん、この美味しいものを出してるっていうのはさ、127円ですね。いろんな人がさ、127円死んでるわけだよ。なんでよ、この値段安くするためよくわかんないこと言わないで。違う、こんな美味しいものをね、こんな安い値段にしたらみんなが死んじゃうわけよ。なんだよ、だからもうちょい値段上げてください、セブンイレブンさん。そうですね、うん、だってこう、これを170円って考えたら恐ろしくない？127円、127円、127円、うん、
だから今のこのぐらいの缶コーヒーより安いってことだよね、うん、自動販売機だと。だってこのパッケージでさ作るだけですごいよね。我々が作ったらもうこれいくらになるのよ、うん、これもうおしゃれだよね。チョコ作る人、なんかね、こういうの作る人、なんかこう手に取りやすい、なんかさ女の子系もいいと思うんだけど、わーって。これだとさ男性がさちょっとお昼のランチについてとかさ、帰りに缶ビールとつまみ買ってなんかカゴいても恥ずかしくない感じだよね。スタイリッシュだよね。でもあげてそんなそんな YouTube チャンネルないでしょ。だからさね、俺もアイテム一番安いになっちゃうし、まあうだね、あだってあんな大変な仕事ないって思わない今、うんうん、あコンビニの店員さん、うん、大変だよね。再就職の方とか多いですよね。でもね、うん、今はさ外国の方がちょっとさ助けてくれてるけど、もういなくなるよ本当にいなくなるか、うん、もうほとんどその人たちになるか、どっちかだよねもうその人たちの時代が終わるよ、ね、終わるよ、終わっちゃう、うん、もうギリギリだよ。もういなくなるよ。あらだってこんな安い国なくなってくるから。あそこそこ賃金とかもね、うん、もうどんどん勢いあるよ。そうだね、うん、規制が多すぎるからね、うん、日本は確かに何やるにしても、うん、だからいいのかもしれませんが、うん、なんか飛んでた。私はちょっと変えていきたい、うんうん、じゃあ Wi-Fi が強くてはい、気圧かな。これは、ノンチ TV じゃない方。はい、萌子チャンネルです、はい、ということで、はい、本日はセブンイレブンのわなまがしでございます。生チョコクリーム大福ご紹介しました、はい、またぜひ明日も見てほしいのでチャンネル登録だけでもよろしくお願いします。本日のゲストは B ノンチでした。またねー、ピッショ。